はい、皆さんこんにちは、ゴエです。今回は内閣支持率の数学ということで、まあ世論調査で、まあ、支持率の調査があると思うんですけど、まあ、その中で使われている数学の話をしたいと思います。まず内閣支持率っていうのは、まあ、その名の通りなんですけど、まあ、日本全体の、ね、有権者1億400万人ぐらいだったかな、18歳以上の男女がいるんですが、その中で内閣支持する人の割合 P を、まあ、調べたいというのが、まあ、内閣支持率です。で、現実的にこう全員に支持しますかどうですかって聞くのは無理なので、まあ、実際は標本ということで、この中から、まあ、何人か選んで、その人たちの中で、まあ割合を出すというようなことでやっているわけです。で、ここで問題になってくるのが、まあ、何人に調査すれば十分なのかっていうことですね。例えばその辺の10人に聞いて、まあ、10人中3人が、支持してたので、まあ、支持率 30% っていうのはちょっと10人だと少ないかなって感じしますよね。まあ、だからもうちょっと人数多い方がいいと思うんだけど、でも多すぎても大変になるので、まあ、程よい人数を定めたいということで、まあ、数学の計算になってくるわけです。それでまずリアルで何人ぐらいでやってるかっていうちょっとお話ししておくと、リアルでは、だいたい2000人ぐらいの人に、これ NHK これですね、2000人ぐらい、テレビ朝日も2000人、日本テレビもね、これ固定電話と携帯で合わせて2000人ぐらいです。2000人ぐらいの人に、電話ランダムでかけて、でだいたい半分ぐらいの人から回答があって、でその回答された1000人ちょっとの人たちの中から、その支持する割合を出すというようなやり方で計算をしています。さっきも言いましたけど、有権者は1億人ちょっといるわけですよね。1億人ぐらいいて、調査するのが1000人ってことで、なんか少ない感じがすると思うんですけど、この1000人っていう数字でですね、まあ、結構精度としては十分になっています。で、結論としてはですね、1000人ぐらいの人数で調査した、1000人ぐらいの回答数で、誤差は統計的には 3% 程度ということになっております。で、この後もう少しちゃんと説明しますけど、ちょっとこういう式を導くことができるんですね。実際の、本当の内閣支持率、我々が今知りたい内閣支持率 P というふうに今していてですね、この X バーっていうのが、その、まあ、1000人ぐらいの人たち、回答した、回答してくれた1000人の人たちの中で、こう、支持すると答えた人の割合、X バーですね。これが、まあ、実際に計測できる値で、これが真の値なんですけど、この真の内閣支持率と、まあ、予測値の、まあ、内閣支持率ですね。これの、まあ、差の絶対値、まあ、絶対値っていうのは、まあ、正だったらそのまま出して、まあ、マイナスだったらマイナスをね、まあ、もう一回マイナス倍してプラスの値にするという意味なんですが、まあ、この、差の絶対値がですね、ルート N 分の1以下だということができます。つまりこの部分はですね、真の値と予測された値の誤差ということになります。で、この誤差についてね、まあ、その何人の人に、ね、調査を、回答もらったかということで、この部分が計算できます。で、ルートが外れるようにちょっと簡単な数字でやっていくと、まあ、N が400の時はこの部分20分の1になって 0.05 で 5% のズレということになります。で、900人だと30分の1で 0.03、ということで 3%、で1600人だと40分の1で 0.025 ということで 2.5% のズレということになります。で、世論調査はだいたい1000人ぐらいの人にね、回答してもらうことが多いので、この間ということでですね、まあ、概ね 3% ぐらいの、まあ、誤差があるというふうに考えることができるわけです。なので、さっきの例えば NHK のね、これね、この調査では 43% っていうことだったので、まあ、1000人ぐらいのね、回答ですので、まあ、大体 40% から 46% ぐらいの幅の中にほぼ、本当の支持率があると考えていいだろうということになります。まあ、絶対この幅の中にあるという断言はできないんですけど、まあ、ほぼこの中にあると考えていいだろうということになるわけです。じゃあ今回ですね、この式がどんな風に出てくるのかっていうのをお話ししていきたいと思うんですけど、まあ、ちょっと数学的にそのごちゃごちゃ計算しないといけない部分があるので、まあ、そういうところは端折ってですね、まあ、どんなようなアイデアでこういった、まあ、これ区間推定っていうんですけど、まあ、どんなアイデアでこういうのが出てくるかっていうのをお話ししていきたいと思います。今回一番大事になってくるのが中心極限定理っていう、なんかもうすごい難しそうな定理ですけど、まあ、こういうものを使います。例えばの話ということで、ちょっとサイコロの目の話をしたいと思うんですけど、こちらにですね、私Excel で、ちょっと Excel 苦手なんですけど、ちょっと今回の話のために少しちょっと勉強したんですけど、1から6までの目をこうランダムにね、発生させました。言って、4万個ね、こう、Excel の画面でね、表示させて、ここに1から6までの数字が、まあ、同じぐらいの割合で、あるという状態のものを作りました。だから元の状態はこれです。1から6まで、まあ、同じぐらいの割合で、まあ、あるというような状況です。
でこの中からですね1個の、まあ、数字をランダムに選ぶと、もちろん1から6まで同じ割合で出てくるわけですよね、当然ながらっていうと。だけどこれをですね1個取るんじゃなくて、2個取るっていうことでちょっと考えてみましょう。この中からランダムに2個選んで、それを足して2で割ると、ね、平均ですね。だからね、2個取って、まあ、正確には1個取って、またもう1個ランダムに取ってってことなんですけど、まあ、ちょっと細かいこと置いといて、まあ、2個取って、足して2で割ると、2個取って足して2で割るっていう、計算をして、その計算結果がですね、いろんな可能性があるわけですけど、まあ、それをまとめたのがこれになります。もうちょっとちゃんと言っておくと、2個取って、2で割る。で、最初の結果出ますね。これで実験が1回終わりです。で、次の実験はまたもう1回 2個取って、足して2で割る。で、2つ目の実験結果。で、次3回目、まあ、2個取って、足して2で割る。3回目の実験結果。これを、たくさん繰り返していきます。具体的には100回やったんですけど、まあ、100回繰り返して、その計算結果、100回の計算結果をですね、こちらにまとめました。先ほどは、まあ、1から6までね、まあ、あの1個取ってね、その数字を見るだけだったらこういう分布だったんですけど、足して2で割るっていうね、計算を繰り返すとこんな感じで、さっきよりもこう中心に集まってるような傾向になってるってことがわかると思います。で、今やったのが、標本の大きさが2ですね。2個取って足して2で割るっていう計算の結果をまとめたんですけど、これを10にしたらどうなるかっていうのがこれです。これはこの中から10個ランダムに取って、足して10で割ると、足して10で割るっていう、その実験を、まあ、たくさんやって、その結果をこっちまとめたものですね。こっちよりもさらにこう中心に寄ってる傾向が見て取れると思います。はい。で、これをですねさらに進めて、じゃあ今度は100個、この中から100個取って、全部足して100で割ると、ね、そういう実験を、たくさんやって、その、結果をまとめたのがこれですね。もうほぼもう中心に、集まっているというようなことがわかると思います。で、こんな感じでですね、あの標本の大きさ N、何個取るかっていう話ですね。それを、十分増やしていくと、こんなような、まあ、中心によく集まっている、こう分布になるんですけど、これがですね、実はその正規分布という呼ばれる分布で近似できるということが知られております。この正規分布についてはですね、まあ、元の、この分布のと、まあ、同じ平均を持っていて、でしかも標準偏差と呼ばれるね、このばらつき具合ですね、ばらつき具合が元の分布の、まあ、ルート n 分の1倍になるというようなことが知られています。このルート n 分の1倍っていうのがさっきのね、このこれにつながってくるんですけど、まあ、なっていきます。で、これ N をどんどん大きくしていくと、この、分母がね、どんどん大きくなっていきますから、これ、標準偏差小さくなるんですね。標準偏差小さくなるってことは、この、ばらつき具合が小さくなる。つまり、中心にね、近い値、この真ん中に集まってる値に、なりやすいというようなことになるわけです。で、これが中心極限定理と呼ばれる、内容になります。で、これなんで嬉しいかってことなんですけど、これはですね、今我々こうなんか最初にねサイコロの目の分布っていう風に仮定してこういう風にシミュレーションしたんですけど、リアルでこういう統計の話するときっていうのはこういう分布が分かってないことが多いんですね。ほとんどの場合ここの分布がよく分かんないわけですよ。さっきの内閣支持率の話もその平均がね、平均というかその内閣支持率のその割合が知りたいわけですよね。割合が知りたい。だけど、それが分かんない。分かんなくて今困ってるわけですね。だから、この最初の、この分布がどんな風になってるかっていうのに分かんないわけですよ。ここが分かんなくて困ってるわけです。で、この中心極限定理っていうのを使うと、よく分かんないんだけど、ここから、まあ、例えば100個とかね、100個選んで、足して100で割るみたいなので、こう標本作ると、まあ、その足して100で割った標本っていうものについては、まあ、正規分布にので近似できるってことが分かるわけです。もともとの分布よく分かんないんだけど、この標本平均っていうのを作ると、まあ、これは正規分布に、まあ近い分布になりますよってことが分かるわけです。もともとはよく分からんけどこれは正規分布に近いということが分かる。で、正規分布っていうのは数学的に言うと、非常にこう性質がよく分かっていて計算がいろいろしやすいものになるわけですね。まあ、ちょっと初めての方だとねちょっと正規分布って難しいかもしれないですけど、ただ数学的にはいろんなもう内容が分かってますから、こうよく分かってない状況をこうよく分かっているもので近似できるというところが、この中心極限定理素晴らしいところになります。じゃあ、正規分布のちょっと特徴としてこういったことをですね、ちょっと紹介します。正規分布っていうのは、こんなような、まあ、左右対称の、まあ、一つこう山があるような分布なんですけど、まあ、真ん中がちょうどこう平均になっていて、で、標準偏差ですね、この正規分布の標準偏差、平均から、プラスマイナス1つ、ずれてる、この範囲の中に、全体の 68% のデータがあるということが、まあ、知られております。
でさらにもっと広くして、平均から、プラスマイナス標準偏差2つ分ですね、この範囲の中でっていうふうに考えると、まあ、この中に 95% のデータがあるということで、まあまあ、おおむねね、もう普通はもうここにみんないるよねっていうようなことになるわけですね。ほぼここにあるよねっていうようなことを言うことができるわけです。もう一回言うと、正規分布については、平均からプラスマイナス、2シグマ、2シグマ、標準偏差2つ分の、この、あの幅の中に、全て、まあ、全てちょっと言い過ぎなんですけど、ほぼ全てのデータがここにあるというふうに言うことができるわけです。はい、でこの性質を使ってですね、ちょっとすいません。中心極限定理っていうので、この標本平均というのは、まあ、正規分布に近いですよという話をしました。で、この標本平均っていうのがですね、さっきの、この内閣支持率の話で非常に、使えるわけですね。さっき内閣支持率の話したんですけど、これは、実はその標本平均というふうに考えることができます。どういうことかっていうと、ここに今人間がいて、まあ、さっき人の形だったんですけど、今数字になってますけど、ここにまあ人がいて、この中から1人ランダムに選んだとしますよね。そしたらこの人が支持している、可能性っていうのは確率 P ですよね。ここに今、その割合 P でね、支持する人がいるんだから、この中からランダムに1人選んだら、この人支持する確率 P になりますよね。で逆に支持 してませんという確率は 1-P とね、100% の、その残りですね、ということでできると。でこの支持する人には1という番号を対応させて、支持しないという人には0という番号を対応させます。そうするとこんな分布になります。まあ、0を取る確率が 1-P、 1を取る確率が P という、こんな分布になるわけですね。で今回は今 P を知りたいという状況ですから、まあ、この P は具体的には今まだ分かんないという状況です。で分かんないんですけど、この分布についてですね、標本平均っていうのは、まあ、今調査してね、こう一つ具体的に実現することができるわけです。この標本平均っていうのは、この中から、まあ、N 人ね、ランダムに選んで、それ全員足して N で割るというようなことになるんですけど、これがその調査で得られる内閣支持率の、まあ、予測の数字と一致することになります。まあ、なんでかっていうと、これ1から N までね、 N 人の人がいるんですけど、支持する人は1という数字になって、支持しないという人はまあ0という数字になりますので、まあ、これ全部足して N で割ったものというのがちょうどこう内閣支持率になるわけです。だからこの内閣支持率のこのね、数字っていうのは、実はその標本平均と、ね、こういう分布の、まあ、これベルヌイ分布というんですけど、まあ、こういう分布の標本平均だというふうに考えることができるわけです。で標本平均というふうに一旦考えると、まあ、この X バーとね、呼ばれるこの標本平均については、まあ、分布がよく分かっているわけです。標準正規分布に従うということが分かってますから、まあ、この X バーが大体どの辺の値を取るかっていうのが、まあ、計算できるということになるわけです。でちょっと細かい計算とかちょっと飛ばしてますけど、ということでですね、今言ったことをまとめると、この X バーですね、X バー、この内閣支持率の予測値になるんですけど、こいつは、まあ、ここの辺にね、その平均 P で、標準偏差2個分以内のこの範囲の中に、まあ、ほぼあるよねということが分かるわけです。この X バーっていうのはこの標本平均で、これは中心極限定理により、まあ標準正規分布に従うということが分かっておりますので、まあ、こいつは、まあ、ほぼここにいるんだよねってことが分かるわけです。この値のどっかにいるよねということになる。でこれを式化したのがこれになります。この X バーっていうのは P からの距離が2シグマ以内のところに、まあ、あるよねというようなことになるわけです。でここちょっと数学的にちょっと少し楽をするためのこっち工夫をしてるんですけど、このシグマっていうのがですね、今先ほどのちょっとベルヌイ分布の、この標準偏差がこんな形なんですけど、これをですね、相加相乗平均の関係式を使って、この文章でですね、もう思い切って1で上から評価すると、でこれは1より1の方が大きいという評価がちょっと実はできるので、まあ、こんな形でちょっと評価をちょっとさせていただくことにします。そうすると X バーと P のこの差がですね、このルート n 分の1以下だというようなことになります。でこの X バーっていうのは、まあ、実際にね、実現値として、まあ、調査してね、得られるデータとして、具体的な数字になりますから、まあ、その数字を代入したものがこれだということになります。でこれが先ほど言った公式ですね、誤差がどれぐらいあるのかっていう公式に対応するわけです。この実現されたデータ、内閣支持率のデータと本当のデータの差がですね、まあ、これで抑えられるということで、これが誤差ということになるわけです。で今この青で書いてる式になるんですけど、これは確実に正しい式かはちょっとわからないです。これは
この X バーっていうのが、まあ、ほぼここにあるよねっていうところを、まあその根拠にして出してる式ですので、まあ、X バーが、まあ、なんか調査してね、なんかめちゃくちゃ変わった人ばっかりに当たってなんかすごい偏った、結果になってですね、 X バーが、ここにいないっていう可能性もあるわけですね。なんかここ以外の数値が、調査結果出てくる可能性もありますので、まあ、その場合はこの式は嘘の式ってことになるわけですけど、この、まあ、実際には、まあ100回やったら95回はここに、あるはずなので、まあ、この式は、まあ、100回中95回は正しい、と、言えるだろうということで、まあまあ、統計的には、まあ、この式は、まあ、ほぼ正しいと言っていいだろうというようなことで、計算をしていることになるわけです。はい、ということでですね、今回こちら の真の、内閣支持率とその実現値の、ね、値の、誤差がこんなような形で書けるんですよという話を、したんですけど、まあ、ところどころですね、こう標準偏差のこことかね、標準偏差の計算とか、やはりちょっと数学の計算は必要になってくるんですけど、まあ、ちょっと必要なアイディアとしてですね、この中心極限定理というね、よくわからん分布、この分布がよく分かってなくても、その標本変形を考えると正規分布に近くて、正規分布のことはよく分かってるからそれによって計算ができるとかっていうような、ことですね。でそれから正規分布の2シグマ以内 にほとんど全てのデータがあるからっていうようなところを、こう根拠にして、最後のね、こちらの式が導くことができているというようなことですね。まあ、これ知っとくと、まあ、こう結果だけでもね知っとくと、いろいろ支持率調査とか、あとは視聴率調査とかね、そういったところで、その数字を見るときに、あ、何人に調査したからこれぐらいの誤差があるなっていうようなことがね、分かると思いますので、こういったね、比率を計算する比率、何パーセントの人が支持しているとか、何パーセントの人がテレビ見てるのかとかね、そういう、比率を推定するような話で、この近似式ですね、この誤差の計算を、こう使うことできますので、まあ、これちょっと知っといて損はないかなというふうに思います。はい、ということで今回、ちょっと数学的にね、ちょっと中身結構ごちゃごちゃしてるんで、どれぐらいの、こう荒さで話せばいいかってちょっと迷って話をしていてですね、少し分かりにくいところがあったかもしれないんですけど、まあ、統計のね、ちょっとこう考え方が使われているっていうようなところが、ちょっと1ミリでも伝わると嬉しいなということで撮りました。はい、ということで今回はこれで終わります。ありがとうございました。